マインクラフトには現在 Java 版と統合版の2つのバージョンがありますが、今から10年以上前にコンソールエディションが存在していました。今回はマイクラを懐かしいコンソール版に変えるモッドをプレイしていきます。どうもやさごじゃひのです。皆さんマイクラやってますか？突然ですが皆さんは過去に存在したマインクラフトコンソールエディションを知っていますか？マインクラフトコンソールエディションは 4J スタジオによって開発された家庭用ゲーム版のマインクラフトで、 Xbox シリーズ、 PS シリーズ、 Wii U、 スイッチで発売されていました。発売開始の2012年から2019年まで存在し、その後統合版として一つに統合されました。初めてのマイクラがコンソールエディションだった人も多いんじゃないでしょうか。実際僕も PS ビータのコンソールエディションを使って遊んでました。コンソールエディションは Java や統合版マイクラと比べて画面の色味や UI が違います。それ以外にもアイテムの名前が違い、スケルトンの頭蓋骨が骸骨スカル、ネザーラックが暗黒石、ネザー水晶鉱石が闇のクォーツなどオリジナルの名称が採用されてました。他にもマイクラコンソールエディションといえば独自のミニゲームが存在し、中でも PVP ゲームはYouTube でも人気コンテンツになりました。こんなコンソールエディションを完全再現するモッドが存在します。レガシー 4J モッドはレガシーコンソールエディションを Java 用に作り直すモッドで、あの頃のマイクラを体験することができます。ということでレガシー 4J モッド入れてきました。これもうすごいよね。最初の画面の時点でもうマインクラフトと全然違う。もしかしたらね、コンソールエディションやってた人はうわめっちゃ懐かしいっていう風になってるんじゃないでしょうか。確か普通にこれパッドも使えた気がするんですよ。当時をそのまま1対1スケールでね再現してるモッドということで、マイクラ15周年も来てるんでね、当時を懐かしんで遊んでいきましょう。ということでプレイゲーム、おすごい、これで一応なんかマイクラのサーバーも入れるんだ。ちなみにあのミニゲームはなさそうですね、この見た感じ。とりあえずクリエイトワールドでワールド作っていきましょう。おおすごい、生成画面も昔のまま、なんかいろいろパックもある。当時ね確かにこういう多分課金かなんかで特殊なリソースパックとかこう入れることできたんですよ。もうそれもね完全再現されてますね。一旦普通にしてこれでワールド新規作成していきます。ということで来ました。おおすごい、右上にアナウンスが出てる。このねコンソールエディションだとアナウンスでね教えてくれるんですよ。ということでこちらがマインクラフトコンソールエディションを完全再現したモッドです。なんか普通の普段のマイクラと比べて若干色味がね褪せてるというか、色褪せてる思い出の色になってますね。で僕もあんまり PS ビータでちょっと遊んでて Java マイクラだったんでそこまで詳しいわけじゃないんですけど、もうこの時点でうわ懐かしいって思う人いるんじゃないでしょうか。これねすごい大事な要素を見つけました。最初ねなんか色褪せてるんじゃないでしょうかって言ってね、これ全然色褪せてなかったんですよ。だけどオプションの設定グラフィックの下の方を見ると、なんとガンマ値がいじれるんですよね。これでガンマを最大にすると、おー一気にコンソールっぽくなった、すごすぎる。けど今の色に慣れてるとちょっと見づらい。だけどこれだけですごくない？ちょっと100はやりすぎか。どうですかこのちょうどいい色褪せ感、レガシーって感じする。今回はちょっと見づらいんで普通の色味で続けてやっていこうと思います。とりあえずインベントリー見てみましょう。 E 押すと、おーすごい、これも変わってる。でも見て、最新に近いバージョンだから当時はないネザーライトとか勝ち型とかありますよ。あと欲を言えばね、多分これテクスチャもちょっと違うんじゃない？テクスチャも新しいテクスチャしてそう。でそして残念ながらさっき言った翻訳の部分、ここも多分普通のマイクラ準拠というかそっから取ってきてる感じですね。まあ、アイテム名に関しては日本独特の仕様なんでね仕方ないとして、皆さんこのインベントリ欄見覚えある人、懐かしい人いるんじゃないでしょうか。 What's this って書いてあるようにブロックの上で W を押すと説明が出てくるらしい。 W、 お本当だ出てきた。これさ最新の要素でも出てくるのかな。あーさすがに出ない、ここら辺はさすがにないんだ。これで当時あったかどうかが判別できる風な仕様になってますね。でそしてクリエでの設定なんですが、面白いのがねあって、見てください、飛んでる時の動きがちゃんと PS になってるんですよ。こう視点移動に合わせて上下行く感じになってる。これすごいな、これ普通にちょっと便利だから普通のマイクラでも実装してほしい。 PS 版とかこのコンソールエディションの時ってこう視点に合わせてこう上下することができたんですよ。多分難しいからね、コントローラーで動くってなったら。だからコントローラーがやりやすいように作り変えてくれてるんですが、これすごいね。お村だ、これも懐かしき村なんじゃないでしょうか。実質これ大人帝国ですからね。懐かしいよしんのすけってなってるかもしれない、なってる人がもう今この動画を見てる人の中でねいるかもしれない。操作設定でコントローラーがあるんですよ。ちょっとせっかくなんでねパッド使ってマインクラフトやってみましょうか。おコントローラー読み込んでる、これで B 戻る。おーすごい、みんなこれ今コントローラーでマイクラやってるよ。ちょっと操作方法がわかんないけどすご
ごいすごいすごい。ちゃんとコントローラーを使ってこれマイクラできます。多分普通できないよね、進み方。あ、これで進むんだ。なんか新鮮ですね、コントローラーでマイクラって、まあ、多分 PS 版とかスイッチ版で遊んでる人たちは普段からこれやってると思うんですけど、僕普段キーマウの Java 版やってるんで、めちゃめちゃ新鮮だ。 Java 版って多分これキーマウでしかできないんで、なんかパッと持った瞬間レガシー版を感じましたね。今すごすぎる。ここで普通のクリエワールドで最初入ったわけなんですけど、レガシーコンソールバージョンだとチュートリアルワールドっていうのが存在するんですよ。このチュートリアルワールドがめちゃめちゃノスタルジーな感覚を思い浮かばさせるワールドになってると思うんで、ちょっと行ってみましょうか。お、すごい、これよく見るやつだ。見てください。あ、これかってなった人いるんじゃない？今これ多分ね、家を作るチュートリアルとか、ここがなんかこういうところだよみたいな、村があるよとか、そういうのをねこう説明してくれるチュートリアルのワールドなんですが、これ普通のマイクラにはないよ。あ、すごいすごいすごい、井戸とかある。村の中にはチェスト、まあ、でも結構錆びれてるね。何もないわこれ以外。これ懐かしい人いいんじゃない？こっちにはかまど、そしてこっちにはボートの練習ができるよっていう風な。おー、ちゃんとボート乗れた。でもう一個ちょっと今気づいたんですけど、このシフトしゃがみもさ、コンソールエディション準拠で一回押すとしゃがんだままになるね。すごい、そんなことが Java でもそれ再現できるんだ。すごいね。実際にチュートリアルがプレイできるみたいなので、ちょっとプレイしてみましょうか。僕これやった記憶ないかもしれない。こっち行くと、お、なんか見えてきた花火がどっか。おー、すごい、お、すごいな。まあでもなんか建築が PVP アリーナもこういう感じの建築だったよね確か。やっぱ同じ人が作ってんだろうな。はい、ここであなたは農業ができるよっていう。最初ね、今でこそ当たり前ですけど、何すればいいか分かんないからね、このゲームって実は。進捗達成。これいいホールドすると、お、進捗が見れる。すごい。可愛い進捗も。すごい。当時のあの人たちが未だに現役です。この交易のこの画面もそのままなんだね。え、こっちは？こっちアスレコース。これ、このエリア僕来たことなかったんだけど、こんな感じにアスレみたいな要素も楽しめると。これアスレでも君たちは、マイクラで楽しむことができるよってところを教えてくれる、いわばマイクラの教科書みたいなワールドですね。太陽の心。海アップデートなかった、僕の時代。このシフト、ホールド、ちょっとうざいな、これ。懐かしくはあるけど、いざやられると若干めんどくさい。こっち目指して進んでいきましょう。おい、ぴょーん。おー、すごい。この銅像抜けたところには、ビーコンもある。こんな開けてたんだこの世界って。何やらお墓があります。墓荒らししちゃおう。もしかしたらこれはマインクラフトから消えたノッチを追悼してる十字架なのかもしれません。子供時代最初に触ったマインクラフトがこのコンソールエディションだったって人も多いんじゃないでしょうか。このモッドはあの頃の思い出を思い出させてくれるめちゃめちゃエモいモッドだと思います。僕たちはこれが懐かしいと思うように、将来的に 1.21 アップデートも懐かしいと思う日が来ると考えると感慨深いですね。ということで今回はマインクラフトをコンソールエディションにひっくり返るモッド、レガシー 4J モッドを実際に遊んでみました。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。Bye.